帰り。ただいま、親父。あのさ、金目の門を作ってくれないか。なんで、いきなり。今日知り合った人が金目の門なしのエクスフィアをつけてたからさ。金目の門なしのエクスフィアは体に毒なんだろう。それともまさか、一旦金目の門なしのエクスフィアを装備したらもう手遅れなのか。そんなことはねえ。ただ金目の門がないエクスフィアは取り外すだけでも危険だ。だから抑制鉱石でアクセサリーを作って、それにまじないを刻むことで金目の門にするしかねえな。それで大丈夫なんだ。じゃあ腕輪でいいや。すぐ作ってくれよ。ちょっと待て。その金目の門がないエクスフィアってのはどこの誰が身につけてるんで。旅の人だよ。旅の傭兵。そんなわけねえだろ。エクスフィアってのは基本的にデザイアンどもしか使ってねえんだ。奴らから奪ったなら金目の門もついてるはずで。それはドワーフの誓い第11話、嘘つきは泥棒の始まりで。正直に話せ。どうして金目の門が必要なんだ。今日牧場で知り合った人が金目の門なしのエクスフィアをつけてたからさ。牧場に行ったのか。悪かったよ。ちょっといろいろあってさ。デザイアンにエクスフィアを見られなかっただろうな。大丈夫だよ。でもどうしてそんなにこいつのことを隠すんだ。今日村に来た傭兵なんか堂々と装備してたぜ。お前のエクスフィアは特別なんだ。特別？ディザイアンが装備してるのとは違うのか。そのエクスフィアはお前の母親の形見だ。デザイアンはそいつを奪うためにお前の母親を殺したんだ。本当なのか。牧場近くの崖でお前を拾った時の話はしたな。その時まだ母親には意識があった。そこで聞いた。間違いあるめ。なんでそれを今まで黙ってたんだよ。言えばお前はデザイアンに突っ込んでいっただろ。昼間救いの塔が出現した。あとはコレット嬢ちゃんに任せておけ。そうすればデザイアンも滅びる。だけどよ、お前はデザイアンに関わるな。母親が命を懸けて守ったエクスフィアとお前自身を大切にするんだ。で、金目の門は作ってくれるのか。ロイド、話を聞いてなかったのか。聞いてたよ。聞いたらなおさらほっとけねえよ。殴ることねえだろ。もしかして今の聞いてたか。ごめん、僕のせいで。いいよ、別にお前のせいじゃない。ねえロイド、コレットと二人で話をしていらっしゃいの。私たちはこの辺りにいますから。わかった。ロイド、ベランダに行こう。ちょっと待ってくれ。ベンチで待ってるね。
誕生日のプレゼントも間に合わなくて。いいよそんなの。でもああいうのって誕生日当日にもらうから意味があるんだろ。じゃあおめでとうって言ってくれる？私が16歳になれた記念に。ああ、おめでとう。ありがとう。よかった、今日まで生きてくれて。何言ってんだ、この後も生き抜いて世界を再生するんだろ。そうだね。なあ、明日なんだけどさ、やっぱり俺もついてったらダメかな。ダメっていうか、ディザイアに狙われたりして危ない旅になるんだよ。そのディザイアンだよ。俺今まで母さんは事故で死んだんだと思い込んでた。でも母さんは殺されたんだ、ディザイアンの連中に。それを知っちまったのに、奴らと不可侵契約を結んでる村で暮らすなんて俺にはできないよ。ソラ、私たち明日のお昼に旅立つの。だからお昼頃村に来てくれる？ああ、わかった。これでお前が天使になるのをこの目で見られるんだな。あのレミエル様が本当のお父様だったんだね。私、いいじゃないか。どっちが本当の親父でもコレットはコレットだ。何も変わんねえ。ただ親父が二人いるだけだよ。人より多くて得したぐらいに思っとけって。ロイドが言うならそうするね。それにしても再生の旅か、なんかちょっとワクワクするよ。そうだね。封印を解放して天使になって、そして最後には、最後には、ううん、なんでもない。とにかく火の封印に行けばまたお父様に会えるんだし、私頑張るね。ああ、頑張ろうな。そろそろよろしい？あ、はい、今行きます。じゃあね、ロイド。ああ、また明日な。うん、さよなら。よし、サクッとプレゼントを作っちまうか。どう使うかはお前の自由だ。一応俺は止めたぞ。親父、ありがとう。ドワーフの誓い第2番、困っている人を見かけたら必ず力を貸そう。それを実践しただけで。親父、俺旅に出る。コレットたちと一緒に世界を再生して母さんの仇を取る。そうだな、そう言うと思ったわ。こいつを持っていけ。
旅に必要なものをまとめておいた。じゃあ許してくれるのか。ああ、でもな、ここはおめえの家だ。血がつながってなくてもおめえは俺の子供だ。疲れたらいつでも帰ってこいよ。わかった、行ってくる。ロイド、ドワーフの誓い第7番を忘れるなよ。正義と愛は必ず勝つだろう。今時だせえな。わかってるよ。行くぜロイシュ、世界再生の始まりだ。あれ、なんでお前が出てくるんだ。ロイド、まだこんなところにいたの。ジーニアス、ちょうどいいや。マーブルばあちゃんの要のもん作ってもらったぜ。それは嬉しいけど、コレットの見送りはどうしたのさ。ああ、それなんだけどよ、俺も旅についていこうと思ってるんだ。バッカじゃないの。コレットたちならとっくに出発しちゃったよ。は？僕、いつまでもロイドが来ないから迎えに来たんだ。そんなバカな。ロイド、急いで村に行くんだ。